こんにちは、速稼塾の久保です。今回はね、体のエーダのちょっと思い出話をしようかなと思います。一時期体のエーダの価格、この12月に入って130円台まで落ち込んでしまったりね、今は150円を回復しているような、そんな12月の半ばになってきて、私はね、今年中に体のエーダ、このままだったら500円から550円に行くんではないかなっていうふうに考えていたんですけども、今となってはね、その予想も大方の希望であったかなと思います。現実はそんなに甘くなくてですね、感覚だけで予測できるものではないかなということでございます。200円前後になっていれば今年としては御の字かなと思いますし、もちろんね、100円前後でも全然いいと思いますけどね。さあ、それで思い出すことは何かなというと、この体のエーダ、実は私2014年か2015年ぐらいにアテインコーポレーションを通じて説明会でネットワークビジネスの、説明会という体でね、誘われて行ってみたんですよ。ネットワークビジネスの商品が化粧品やサプリメントから暗号通貨というね、ビットコインに似たものになったということを聞いて、なんだそれはと思ったんですけども、とりあえずね、熱心に私を誘ってくださった方が勧めるんで、当時まだ私はあんまりお金の余裕はなかったんですけども、なけなしのお金でね、いくつか買ったわけなんですよね。それから1年2年ぐらいですかね、実際に上場がされるまではこの体のエーダ買ってしまってね、やっぱ損したかなと思った時期は結構長かったんですよ。で、私のことを、その体のエーダを買うために誘った人にもちょっとね、これなんかインチキじゃないのって言ったこともあったんですよ。いつになったらこれ上場するんだみたいな、いつになったらこれ儲かるんだ、どうなってんだみたいなことをしたんですよね。そしたら、久保さんがそこまで言うんだったら買い取るんで、返してもらってもいいですよっていうお話をされました。でもそうなると、いや待て待てと、これがですね、10倍とか20倍になるとしたらすごいなと思ったんですよ。そのうちにその方はね、久保さんと、実はね、この体の低く見積もって50倍100倍に当たり前になりますよと、今多くの人がこれ買っていながら分かってないんで、いろんな批判とかクレーム来るけども、上場がいつになるのかは分からないけども、10年待たずに見といてくださいと、そういうふうな形でね、その方は言ってくださったんですよ、こそっとね。それで、おや、それまで私がいろいろとアプローチしてた時の答えとは違うなと思ったんで、その時に私はね、腹をくくって体のエーダを応援していこうと、私の速稼塾の塾の中でも体のエーダを紹介するためのセミナーとか動画を作っていこういうふうにしたんですよ。そうなるとね、私の速稼塾の塾生さんは体のエーダをだったら買いますみたいな感じで、ものすごくね、多くの方が買ってくださったんですよね。それ2015年から6年のことなんですよ。セミナーの方に行って体のエーダ契約してみたいな感じで、いよいよ私も責任が重くなったなと思ったところなんですけども、その中でね、当時私全国の方回ってましたんで、その中で体のエーダを買うために奥さんの貯金も下ろして、そして周りの人を説得してお金を借りて、ものすごい金額買った方がいらっしゃってね、それでも全然価格が上がらない、上場しないってことで、本当にね、久保さんのおかげで人生がダメになりましたみたいなことで、ものすごくね、非難轟々した方がいたんですよ。で、常に私に対して金を返せとか買い取れとかいうもんで、ものすごく言葉もきつくなってきたんでね、私はね、本当にいや、自己責任で買わないとねと。言えなかったんですけど、当時はね。それから、なんで余剰資金で買えってことを守らないんだみたいなことでね、ちょっと軽く距離ができてしまったんですよ。私の方から距離を作ったわけではないんですけども、ね、何々さんと、私は奥さんの貯金まで崩すとは言わないよと、私ですら、儲けてる私ですら、これしか買ってないんだよと、それもちゃんとお話したでしょってこと言ったんだけども、その方は、久保さんが絶対儲かるんだって言うから、私は絶対と思って買いましたよ。いうわけですよ。で、その時に私ね、ちょっと意地悪だったんですけども、じゃあね、絶対明日宇宙人が来るって言ったら、あなたどうするんですか、信じるんですかって言ったら、いや、そんな途方もない話は信じませんよっていうわけですよ。でしょ？だから私が言ったから信じたわけじゃなくて、私が言ったことの中からあなたが信じたことと信じてないことを分けてるんですよというふうにお話して、ね、人に物を伝える時にはここまで言わないといけないのかなと思ったもんですけども、もう止まらなかったですよね。それからしばらくして上場して、価格がドーンとね、800倍ぐらいまですぐ上がったんですよね。その時にその方からすでに連絡はありませんでした。ね、どういうふうなウハウハ状態だったのか私は想像つきますけども、罰が悪くって私とのね縁を切ったっていうところもあると思いますし、あとはねもうお金が十分できたんで私の力はもう必要なくなったと思うんですよ。それからちょっとね縁は遠のいてしまって、で上場からしばらくしてまた値段が落ち着いてね、体の価格が2円とか3円とかうろうろするようになったわけですよ。で私は体のが10円を超えたらね100円までバスンとブレイクすると思ってたんで、それでも体のに対する発信をずっと続けていました。そうすると私の YouTube チャンネルは当時まだ体のエラーについて発信してる人があんまりいなかったみたいなんで、半年間でね8000人ぐらい増えたんですよ。プラスアルファで8000人で、私は情報発信の波に乗ったなとその時に初めて思ったんですよね。でチャンネル登録者数も1万人を超えるようになって、今の形がだいぶできたかなっていうところなんですよ。ただ今となっては体のエラーを発信する人もかなり増えたんでね、そこに私がいつまでも体の間で競合してもねしょうがないんで、私は私なりの発信に切り替えていったわけなんですけども、でも今体の間がね10円を超えて本当に100円を超えて一時期350円を迫る勢いだった今年っていうものが入ってですね、もうすでに体の間をなんかねインチキだという人はいなくなったと思うんですよ。もちろんこれからどうなるか分かりませんよ。だけども少なくとも今日利確すれば利益で飛んでいけるわけですよ。だからそれをしない自由もあるし、利益確定する自由もあるということなんで、やっぱりねホルダーさんがどういうふうに考えていくかってことが全てだと思います。でステーキングっていうのも始めて、ステーキングに対してちょっと疑いを持つ人もいればステーキングをサッとする人もいればね、それからカルドネイダの、新しいウォレットができたんで、こちらの方に送金お願いしますみたいなことをね信頼できる人から持ちかけられて、そして送金したらドロンみたいなこともあってですね、それこそものすごい何千万という金額のそういうの持ち逃げになっちゃいますんで、仲良しの人のね心も変わるんでしょうね。何千万という金額を目の前にすれば、でことが暗号通貨ですから、取った取れたの取られたのね、立件がしにくいところもあるし、仮に立件が成り立ったところでその体の間を換金してしまえばもう返済の義務もなくなってしまうというところでね、なんかすごく寂しいこともちょっとこの辺にねパラパラと聞こえてくるところもありますけども、基本的には体の枝は多くの人を善意で結んでくれてね、今日こうしてステーキングの動画も送っていただけることもありますし、体の枝本当に良くも悪くも暗号通貨の世界に飛び込んで一縷の希望かなと思ってます。ではそこに体の枝にずっとね信頼を寄せてる方、詐欺ってどっかにドロンしちゃう人は別ですよ。でもこれからもずっと体の枝を応援していくんだ、ずっと体の枝と共にあるんだっていう人と私はつながれたのが非常にありがたいなと思ってますね。いろいろと話しましたけども、ここまで体の枝をねずっと見てきての感想です。多分私は本当にまだ日本に体のエラーの存在が1000人にも知らされてない時に知ったそのうちの一人だと思うんですよ。だからかなりね情報に触れられてラッキーだなっていうところもありますし、私に知らせてくださった方本当にありがとうございましたってとこですか。当時私ビットコインも持ってないのに体のから買いましたからね。それからだんだんビットコインとかイーサリアムとかリップルってものを見るようになって大量取得するようになったりっていうところで、そちらの方もねそれぞれちょっとした資金になってるかなってところですよね。さあ年末の確定申告ね、課税の方がちょっと気合い入れてやんないといけないですね今回はね。税務署の方からも聞き取りが来てますんで、そちらの方に回答書をお送りして大体の納税額っていうのが決まってきました。すごい額になりましたね今回もね。じゃあこれからもよろしくお願いします。ありがとうございました。